めでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちはいかがでしょうか。ほっとしましたね。やはりプレッシャーはありましたか。そうですね、やっぱもう勝たなくてはいけない馬なので、いやプレッシャーはやっぱり感じましたね。素人目で見てパドックでは非常に落ち着いて踏みしめて歩いているように感じられたのですが、レースまでの馬の様子はいかがでしたか。そうですね、いつもより落ち着いているようには映りましたね。ジョッキーが乗ってからいつもより気合が入ってたので、まあ、返し馬に行くようには気合も乗ってたので大丈夫かなと思いました。レースを振り返っていかがでしょうか。いや正直あんまりちょっとゆっくり見てる気がなかったんですけど、やっぱいつも通りの競馬してくれて、悔しい走りができたんじゃないかなと思います。直線はいかがでしたか。そうですね、もういつも通りしっかり乗って反応できてましたし、また次も楽しみになる走りしてくれたんじゃないかなと思います。馬の調子を見てだと思いますが、ジャパンダートダービー出走となればますます楽しみになりますね。そうですね、もっと安心ができるような仕上げで臨めればと思います。森下調教師、2レースで通算100勝目を達成ということで、そして2度目のダービートレーナーとなりましたが、非常にリアルな人がいましたね。そうですね、もう本当に皆さんの皆さんに感謝ですね。おかげさまで、景品杯、羽田杯、目標としてきたダービーと勝つことができたんですけど、次もう一戦チャンスをもらいましたので、次また中央が相手になりますけども、またより強い発表を見せられるようにしっかり調整していきたいと思いますので、また競馬場をぜひ足を運んで応援してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。